はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スジロカンナでございます。それではマリオストーリー続きからやっていきましょう。前回は、なんだったっけ、シャボンの実だったっけ、待ってね。なんかね、シャボン玉のやつもらったんだよね。アイテムか、アイテムで。これだ、これ、シャボンの実。アイテムすっくんね。しもちょるな。おそらシャボンソー、なんで俺らの名前がシャボンソーって言うかって、シャボンの実をくれたら教えてあげるんだけどな。やるよ。ほらよ。あんた話がわかるね。よっしゃ、それじゃやるぞ。元気な子だね。何？うぐ、うぐぐ。やばいやばいやばい。吐く？バーグ？トイレ行く？何？シャボンだね。どうだ、見事やろ。で？おお、そういうことね。あ、もうパレッタさん、お役ごめん。おお、びっくりした。パレッタ悪口言ってる場合じゃねえよ。めんどくせえな、こいつら。失敗したな。まあまあ、ええわ。こういうゲーム、ロックのやつがおるから、とっとと片付けて、行こうと思ったんやけど、逃げるかな？逃げるか。あいつなんや、あいつなんや。FP ねえじゃん、今思えば。やべえな。やべえか。とりあえず、星のかけらだけ取るね。ありがとう。敵コン？敵来てないね。ありがとう。FP がねえなぁ。ちょっと、戦闘したいなぁ。ちょっと引っかかってるな、マリオチン。なんか来るかな敵。ああ、ジュゲ、ジュゲム。違う違う違う。違う。思ってんのと違う。どうしろと。どうしろって言うの。どうしろって言うの。ちょっと、お嬢。おじょ、好き通れらんのでしたね、お嬢も。しゃね、あかり。頼むわ。あ、痛えよ。痛い痛い。やめてください。まさかやったな。ハンマーってやっぱ、アクションコマンド、何したね、アクションコマンド行ったらいけるね。頼むよ、あかり。なんかもう自利品なんだよ。なんでか知らねえけど。はい、ここです。すっきり爽快します。すっきり爽快しますね。あれ、前回、こんな自利品で終わったっけ？確かに自利品は自利品やったんやけど、あまりにもやで、これ。よいしょー。もうちょっとやけどな。もうちょっとやで。ちょっと、ちょっと、敵が多いな。敵が多い。めっちゃ、めっちゃ多い、めっちゃ多い。ちょっと待ってくれよ。あまりにもやろ、それは。まあ、経験値稼がせてもらうか。ちょっとレベルアップしたいから、経験値くれよ。お前ら。お前らさ。はい、ここですね。すっきり爽快しますね。でもレベルアップしたら、何やったっけ、バッチにつけたいって言ったっけ。まだ20か、フラワーポイント。フラワーポイント上げてもいいけど、バッチはそろそろね、いろいろつけたいから。はい、食らうね。でももうちょっと上がると考えたら、もう一回すっきり爽快してもいいな。レベルが上がると踏むけど。頼むね。よし、FP だいぶ回復したな。OKOK。これぐらいならいいでしょう。あー、きつい。きつかった。あー、きつかった。よし、あと1位やね。あと1位ポイントでいらしいって、多いよ。お前ら本当に多い。めんどくせえな。めんどくせえ。頼むわ。開始5分だよ。開始5分でこの集大ではないな。集大はさらしてないな。
オッケーオッケー。これでレベルも上がる。レベルアップ。オッケー。じゃあ、バッチポイントです。バッチ、どこにおったお前。見て、ひで。なんてことしやがんだよ。バッチ編成ぐらい見させろ、この野郎。何体湧いてくんだよ、あいつら。無限湧きもいいところだぞ。このエリアにどんだけパート使ってるんだって言われるそうなんだぞ。そしたらもうそろそろ。で、逃げましょう、逃げましょう、逃げましょう。逃げましょう、なんかバッチある、バッチある。なんやお前。囲むな。囲むな。目回し踏みじゃなくて、ハッピーハートつける?たまにラッキーにしとこう。たまにラッキーつけとこう。たまにラッキーのおかげで、あれです、ラッキーがたまに出るようになりますね。お、どこやね。どこここ。とりあえず登る。あ、なんかあるね。見逃さんかったよ。あかりんじゃないね。ピンキーさん。ピンキーさん。お願いします。ありがとうございます。やっちゃった?あ、正しかったんだね。奥行けるってことピンキーさん違うよ、それ今。今違うよ。で、クリオチン。おいで。クリオチンのおかげで戦う。おお、太陽。どうしたん元気?よう、こんにちは。まさかこんなところまで登ってくるやつがいるとはな。物好きだろ?俺は太陽だよ。いや、太陽だと言うべきか。僕らの太陽。太陽を大相撲が作ったクモクモマシンが吐き出す煙が、煙じゃねえ雲が、俺の邪魔をするせいで、空へ登っていけないんだ。フラワーランドの花や草たちを照らしやれない俺なんて、太陽失格だ。熱くなれよ、もっと強く。クモクモマシンがある場所か?多分ここから東の方じゃないかな。向こうから雲が出ているようなんだ。わしらが聞いてどうすんない?まさかクモクモマシンを壊してくれるのか?いや、冗談だよ。あんたは無理をせずに早くお帰り。なめんなよ。マリオさんはな、無償奉仕が大好きなんだ。行くか。クモクモマシンとやらをぶち壊しによ。東の方って何?戻るってこと?来た道を。わざわざ?わざわざって言ったらあれか。失礼か。これは、これどうやって入んの?あの街欲しいんだけど。おーおーおー、マジなそこの兄さん。誰や、お前。ああ誰に言ってんだ。おうおうおう。パリピナ、存外パリピナ。よう兄さん、お初お目にかかるぜ。あんたマリオってんだな。そのサングラスどこで買ったんですか?ドンキホーテですか?俺の名前はポコピーじゃなかった。マイケルじゃなくて、マイケル、どうしたよ。そう、ジョナサンだ。そう、ジョナサン、ジョナサン。そいつはどうでもいいや。ジョブスター家の血を引く。あんたに恨みはねえが、大相撲のやつから命令されてるんでな。このジョナサン様があんたをやっつけるのをまあ確保することだな。どうだ、決まったか?うん、決まったな。かっこつけてんじゃねえよ。よーし、やるせ!強いんかな?ジョナサンやって。いや、ポコピーって名乗ってたけど。ジョナサンだって、ちょっと変わった次ゲームだ。サイヤ人50か、パイプをぶつけてくるよ。でもジョナサンとかマイケルとかポコピーとかいろんな名前言ってたね。本当名前は何?つけてやるか。じゃあ、ポコピーで。お前絶対ポコピーとか言う名前だろ。聞かんな、聞いたわ。思ったより聞いちゃった。クリオチン。クリオチンちょっとチャージ積んでくれる?クリオチンちょっとチャージしててね。その間に戦っとくから、チャージしといて。痛い。チャージしといてね、クリオチン。もう一回チャージしといてね。いや、わからん。チャージの上書きっていうか、上からかけ続けれるんかどうかわからんから、今回試そうと。今、打点プラス4やろ?もう一回チャージしといて。ゴリゴリ。見て、タイミングをつかめ。
願わないよ。ゴリゴリチャージしまくってる。あ、失敗した。もう一回チャージしといて。なんだあいつって。オービー絶対も、オービー、ジョーさんか。ジョーさん絶対思ってるやろ。ジョナさん。まだいけるか。ジャンチャージにしとけばよかったな。ハンマーチャージじゃなくて。ごめん。めっちゃ失敗してる。もう一回チャージしといて。5回ぐらい積んだか、これで。ここ、早かった。ごめん。じゃあ、すっきり紹介しとくね。5回じゃ済まんな。ボコボコにチャージしてるけど大丈夫かな、あの子。行くよ。続き。はい。13、うわぁ、あれがちゃった。ジョナさんごめんね。なんかクリオちゃんが暴れちゃったね。気のせい気のせい、暴れてんな。あの、マリオちゃんもびっくりだから。マリオちゃん、いやまだ願っちゃった。どんだけ願うねん、お前。どんだけ願うの、どんだけ回復しようとしてる。終わったよ。マリオちゃんが勝手に願ってる間に終わっちゃったよ。13の26だめ、一気にポーンって飛んだら、ほら、ビビるわな。ジョナさんごめん。やるな、マリオ。俺の負けだ。確保できてるぜ。今更逃げも隠れもしねえ。逃げるなり焼くなり好きに。待ってー、誰や。お前、女おるんかい。ケーポーコだ。何しに来やがった。お願い、私の大事なポコピーにひどいことしないで。ジョナさんだろ、おめえ。俺のことポコピーって呼ぶな。俺はジョナさんだ。先月から断層って言ったら、ジョナさん歴が短かった。まったくもうお前ってやつはいつもそうやって俺に恥をかかせる。まあ俺はそういうお前のとこも好きなんだけど、で、うわ、のろけ出しちゃうこいつら。もう行こうぜ、マリオ。あーいかん、ちょっと待った、今の開き方だと面白い。もうダメだよ。とにかくだ、お前、俺は男と男を勝負に負けたんだ。今更お前がシャシャリ出るんじゃない。マリオお願い、ポコピーを許してあげて。モズモンの命令に従ってただけなの、許さない。あずちの大事な人を奪わないで、怖い怖い怖い。行って。マリオ、お願い、ポコピーを許してあげて。許すよ、あんな危ねえ、彼女欲しいわ。ポコピーなんてふざけた名前で呼ぶな。ジョアさんだって言ってんだろ。少しは俺の話聞けよ。ああ、なんだかバカバカしくなってきたぜ。なんかでかいことをしたくて、大相撲の下で働いてきたけどよ。わけもわかんねえ、戦いばっかに明け暮れてよ。なんかこう違うんだよな、俺が求めてたのは。何さん、あんた一体何のために頑張ってるんだ。なんでジョアさんなの。ジョアさんの方がかっこいいじゃないか、ポコピーなんて。ポコッとしてピーって感じだし。まあ、ポコッとしてピーな感じやけど。俺みたいな危険な男のイメージじゃないね。もっと俺の、勝手に。兄さん、あんたについていくぜ。あんたといた方がスリリングだ。俺は危険が好きなのさ。いやいや、ポコピー、私を置いていかないで。行くなら私も連れてって。まあ、二人で来た方が。分かってくれよ、ポコナ。俺は可愛いお前のために立派な男になりてえんだ。俺は行くぜ。俺が男を挙げて戻ってくるのはここで待っててくれ。分かったわ、ポコピーのこと待ってる。うちに帰ってこないと承知しないんだから。いや、誰も連れて行くなんて一言も言ってないんですけど。あの、彼らの外、あの、私を心配させたらお仕置きでギッタンギッタンにしちゃうからね。絶対彼女の方が強いから、彼女さんと一緒に旅してもよろしいでしょうか。分かったよ。お前に負けないぐらい強くなってからじゃないと、俺は帰ってこられそうもない。笑顔で送り出してくれ。お前笑ってる方がずっと可愛いぜ。ああ、マリオ。口だけはイケメンやな。ほんまに仲間になるんかい。ポコピーやないか、結局。トゲやヨーガの上も移動できるようになると。パイプ投げや敵全体を乱れ投げね。はいはいはい。これで乗れる。早い。ポコピー早く帰ってきてね。私笑顔で待ってるからね。だあ、俺のことはジョアンさんと呼べ。いい彼女じゃねえか。守っておやり。いい子じゃないか。守っておやり。ピンキー。頼む。頼む。あのバッチ欲しいね。あのバッチ欲しいから。頼む。あ、落ちちゃった。ごめん。ピンキーごめん。ピンキーごめん。ピンキーごめん。そっか。ジョナサンじゃなかったのか。ポコピー。かわいい名前だね。
どこで降りるか。はい。ドカーン殴りのバッジやって、あ、バッジだよ。フリオチンじゃないよ。バッジだよ。どうしようかな。回転、貫き。なんて、ドカーン殴り、3か。まあ、一旦貫きと、チャージ外して、回転殴り、目回し踏みとか、そういう状態条件もつけてみるか。寝顔のパワーは一旦外して。どっちがいい？ジャンチャージ。ジャンチャージ積んどくか、とりあえず。これでいこう。よし。回復するとこは欲しいけど。で、ポコピーにせんといかんのやったっけ？ついついクリオチンにしちゃったけど。ポコピーの方が。あ、こういうことだよね。あー、敵さん、ヤッコさんたち、あーばよ。うん、もうシャモン君、君も必要なくなってしまったようだ。ねえ、ポコピー。ポコピーの背中って広いんだね。思った以上広いんだね。東ってこれか。行けんかったとこか。今まで。それが、これで行けるようになると、このパズル関係なかったと、そういうわけではなかった。ごめん。そういうことじゃなかった。パズルは解かんといかんのだね。パズルは解かなきゃダメらしいなちょっと待ってね。で、ポコピーで、ここ乗って、ちょっと、マリオチン。オッケーオッケー。これで、ここ下げて、どうすりゃいいんだろう。あれ？ちょっとポコピー教えてくんない？わかんないんだけど、私これ。これで、こうで、こうで、ん？こうで、こうか。いけたいけたいけた。よかったよかった。わあ。あ、でも、レベル上がる、レベルじゃねえ。あー、くそ、邪魔。邪魔だった、思ったより。へえ。星の降る夜、お願いします。星の降る夜入ります。お願いします。七度目ですね。カメックがいっぱい出だしたね。で、乱れ投げって、ああ、そういう感じね。はい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 。ああ、いい感じだね。あ、でも、あ、そうか。そうだった。ポコピー。ポコピー？ポコピー死にそう、私。なんかビリビリになったね。ポコピー、私死ぬかもしれない。ちょっとスッキリ爽快するから、頑張ってて。ポコピー、ちょっとランクアップしてくれらんかな、早く。近くにランクアップあるからさ、ちょっとランクアップしといてくんね。じゃもう一遍、もう一遍頼むわ。あ、でも 100% までは楽やな。だけど打点が欲しいな。もう全員倒したらよかったよかった。ああ、やべえやべえ、しんどい。ひっついにゃー。これいける？いけないって。ポコピー。ポコちゃん。ポコちゃん。ポコちゃん、とっとランクアップしようや。ポコちゃん、ランクアップしようで。ポコちゃん？ポコちゃん、何しはんの？もう。多いな、敵。どうしよう。どうするかな。4だろう ?12 だろう？ごめんな、ちょっとチェンジで、全体ダメ掘る。防御ゼロだったよね。だったらお嬢の、ハリセンビンタの方が入るか。 100% いけるな。OK、まず一撃。ナイスお嬢。で、私は、願うか。願っとこう。あれ、全ビンタ FP 処理できえな。これガード。これもガードできなかったね。やべえな。これガードできないな。やべえな。ピンチ。ピンチになったら爽快して、4打目の2回で積むね。積むね、これちょっと。
ちょっとまずいな。おじょう、頼む。結構しんどい。あれ、全面だ、結構しんどい。これガードして、次もガードして、マリオチー、やっぱ体力ねえな。体力ねえじゃねえな。ポコピー。ポコピーちょっとランクアップせんのが悪いよな。ああいうとこで続きから行きましょう。ちょっと回復してきていい？回復してくんね。話しかけてねえよ、この野郎。話しかけてねえって、回復させに行かせろ。回復をさせに行かせろ。先にキノコタウンに帰らせてくれ。すまぬみんなのもの。そこやから、そこやから。そこだから、ね、ポコピー。ポコピー？ポコピー乗ってたら、あなたドア開けれないのね。止まらせて、お願い。いや、違うのよ。バッジを見に来ただけだから、バッジ見に来ただけだもん。バッジを見に来ただけだもん。強いんだよ、急にこっからなんか。いいバッジ売ってる？2階アイテムに、ハンマーチャージです。100コインか、全部。まあ、ハンマーチャージは一旦置いとこう。ジャンチャージしてったらワンチャン考えたけど。なんかジャンプ系多いからね、ここ。てか、ジャンプの攻撃力早く上がってくれへんかな。もうちょっと、しんどいんやけど、そろそろ。オッケー。で、ということは、またあのパズル作ってこと？あ、そうですか。はい、やらせていただきます。精神誠意を。全身全霊込めてやらせていただきますね。どうやって解いてたっけ？前、どうやって解いてたかも覚えてねえわ。はい。ん？マリオチー？マリオチー？マリオチー、なんで無視するの？なんでそういうことする？これで、マリオチー？マリオチー、嫌いや、私のこと。マリオちゃん、私のこと嫌いでしょ、絶対それ。間違えたわ。間違えたわ。こっちだわ。マリオちゃん、なんで無視するの？マリオちゃんって言うかか。マズルの床、なんで無視するんですか、こういう時に限って。ちゃんとクルリンしてるでしょ。バカ。この。あいつらは、無視したい。無視したい。無視したかった。だから、星の降る夜をまず撃つ。乱れ投げが打点2なんだよね。打点2ってなんだろうね。で、チェンジして、あと全体攻撃持ち。で、打点があるといえば、お子さんか。お子さんの方が火力出る、出るね。ありがとう、お子さん。ごめんね、無理させて。ああ、くそ、来んなよ、来んなよ、来んなよ、来んなって。よし。これで、ランク、アップ、オッケー。ポコピー、おいでー。はい、お願いします。あれ、パレッタ。パレッタ、ごめん。なんか、上げるタイミングわかんなくなっちゃった。スーパーランクだったね、ポコピー。よかった。これで、ちょっと戦えるでしょ、ポコピーも。セーブポイント欲しいな。ジュゲムー、バイバーイ。ごめんね、ジュゲムー。あなたとは戦いたくないの。だって無限に湧くんだもん、敵。え？やばそうな機械、あんた。叩いとこうぜ。あんたやめなさいよ、クモクモじゃデリケートなのよ。いや、僕じゃないです。そのランボのことしたら壊れちゃうかもしれないでしょ。普通に怒られただけなんやけど。普通に怒られましたけど。
かにしてるんですか。それそれ、もっと雲を出してもっともっと雲だらけにするのか。この私の作った雲雲マシンのすぐさを見せつけてやれ。アートサイエンティストやな。何してるんですか。叩く、どうすればいい。ちょっと邪魔しないでよ、今仕事が乗ってんだから。どれに乗ってんの。お相撲様っていいセンスしてるよな。世界中雲だけにしちゃおうってんだから、雲好きには答えられないよ。雲好きなあんたらの乗ってる雲って意志持ってる雲やろ。お前はそう思うだろ。け、お前はお尋ね者の間に、え、いつの間にお尋ね者になってた。ポコピーその立ち位置やったら敵側やな、お前。まさかポコピー測ったか。みんなマリオやっつけろ。こんなクモクモマシンに指一本触れさせるな。あ、はい。やろうってのか。やろうってのかい。なら、ポコピー、君の力を見せてくれ。ハイパーでどんだけ入るようになったんだろう。わかんねえ。あ、3だって。え？あれって言っちゃダメだな。いや、もう頼むわー。短期決戦で行くわー。うん。星の降る夜。カメ落ちるかな。落ちない。誰も落ちない。嘘ー。痛い。ポコピー助けて。ポコピーポコピーお前。あれー、ラッキー。ああ、そうか。たまにラッキーか。敵がビリビリする程度だったら、全体でも一番手前にされるとあれやね、厄介やな。ポコピーで、もう一回パイプを、じゃあ乱れ投げしてもらって、結構4で FP 使うんやな。ほらよ。あ、全員落ちたね。オッケーオッケー。カメ調べる間なかったな。あんま調べる間なかった。逃げろ、やっぱり負けちゃったよ。逃がすか。何、逃がすのも。え、おっぱらってやったぜ。さあ、マリオの兄貴。あとはこのクモクモマシンをどうにかしなきゃいけねえな。水かけようぜ。レバガチャする？レバガチャしよっか。あ、レバガチャしていいんだって。わかった。叩けば治るよ。うん、叩けば治る。それ、相場が決まってるよね。全然壊れねえな。全然壊れねえ。あ、壊れてる。これよかったよかった。全然壊れねえ。ちょっとびっくりしたな。思ったよりタフだったな。衝撃対策強かった。設計書が。おー、雲が晴れたぜ。俺の出番だ。やーってやるぜ。僕らの太陽。太陽ー！おー、太陽の光じゃ。おー、おー、おー、おー。マリオ、フラワーランドを救いよった。おー、太陽やんけ。やったね。太陽や。いけない。私のしたことがつい取り戻してしまって。いや、いいと思うで、関西弁。関西女子って可愛いやん。眩しい太陽の輝き、水面で輝く光をまた見ることができるのね。ロマンチックモードやな。ああ、太陽だわ。これでフラワーランドはもう大丈夫ね。私の美しさにますます磨きがかかるわ。そうね。太陽だ、太陽だわ。なんて暖かくて気持ちいいのかしら。ここにいるのは悪いことばっかりじゃないみたい。なんだか元気が出てきたわ。セロトニンが、みんなにしてセロトニンが出ようもんね。いいことするのって気持ちがいいもんだ。俺やめつきになりそう。マリオの兄貴、お次は何をするんだい。俺はどこにもついていくぜ。兄貴って呼ばれるようになっちゃった。これ持って帰ろう。持って帰って売ろうよ、あれ。A 戻るか。戻ったら鼻が、鼻じゃなくて目が、え、豆の木か。豆の木を植えてればいいんだろう。あ、これも通らんでいいんか。あ、そっか、ポコピーおるから別にここ無理に通らんでよかったよね。なんかクソ真面目に取っちゃってたけど。ねえ、オズモンの分身くん。ねえ、ポコピー。ポコピーは何が好き？私はね、花の香りが好きかな。急にロマンチックな恋バナ。恋バナって女子トークしだした。よし、セーブしましたので、お話ししたらいいんか？こいつと。こいつ伝わりな。ありがとう、マリオ。よくやってくれたの。虫が雲を消してくれたので、太陽が昇っていけたわい。光あふれるフラワーランドを見るのは久しぶりじゃわい。やはり太陽の光はいいの。そうじゃ、豆の木の種を植えてごらん。きっとうまく育つはずじゃ。これ、そこの土が見えとるところが良いぞ。わかった。
じゃあ、上でコンパートは終わろうかな。これこれ何をしているよ。写真講座されたことがないのかの。土、種、水の順番に植えていくんじゃよ。怒られたか。種植えろって言うけん。で、こんな森戸みたいなさ。はい、水あげますね、じゃあ。あ、芽が出たね。芽っていうの？葉っぱだけしか出て、なんか出たね。なんか出たえ、傘持って踊らんでいいんこれ。うわっ、うわっって力込めらんでいいん。めっちゃ登っていってるけど、そんな、螺旋？螺旋力？なんか素敵な雲がいっぱいあんな。なんか、あれバッチかな？なんかあるね。チャージじゃねえ？あの C って文字。見事に座ったの。これで雲の上まで登っていけるじゃろう。頑張るぞ、マリオ。マリちゃんも何やらわしのいる場所の日当たりが悪くなったようじゃの。しょんぼり。なんじゃお前。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回から、いざいかん雲の上に、ね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。